いや、これで引き戻したらもう設定200よ。うわ、設定200だわ、この台やばおはようございます、よろしくお願いします。さあ、コンコルド777岐阜羽島駅前店さん、今日は寝坊しませんでした。サラバーン、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は岐阜県羽島市にございます、こちらコンコルド777岐阜羽島駅前店さんにて俺打ち、プリをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速行っていきます。本日もよろしくお願いします。さあ行きましょう、お願いします。いや、前回ねこのお店来た時ね寝坊しちゃったんで、今日は寝坊せず来れて、マジャーロかサラバンが打ちたかったんで、サラバンが取れてと、朝からいい流れ、ちゃんと起きれたし、打ちたかった台にも座れてるし、今日はもうサラバンで2万枚出しましょう。2万枚、やっぱね、ワロさんがぶっ壊したサラバン、サムネがどことなく見覚えのあるあのサラバン動画、あれ見てからねサラバン打ちたくてしょうがなかったんですよ。俺も壊して行ったか。はい、あっさり行きました。57ゲーム、投資3000円、チャンス目からだと思います。投資3000円という素晴らしい値段、お、いいね。 20% か 25% でしたよね。うん、わお、この40ゲームの間にチャンス目2回も引くっていう結構難しいことやったぞ。はあ、最終ゲームなんで、いやー散々だったな、チャンス目2回も引いたのに、やべ動揺しちゃった。103枚、初めて見た。72ゲーム投資変わらず3000円のまま、天国っすね。さあ、あと1個、はいはい、いかんのよな、よくできとるわ。はい、お、いったわ。はい、やりました、青7。うん、まあやりました、青7と川上さん、最後の最後で弁当か、うわ、やったわ。これ弁当からってことだよね、多分ライブ的に青七揃いのはずです。108枚、でも素晴らしい結果になった。まだ3000円しか使ってない。はい、さあいただきラッシュ、レア子役引けなかった、せっかく天国なのに駆け抜け。190枚、もったいな。はい、まあ天国なんでね、いやーもったいないね。ご紹介し、これってなんか続けば続くほどいいんですよね。2回継続、多分 4,5 回継続したらってことなんでしょうね。うわ、おい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 、引き戻し最高のスタート。待って、もう96ゲームなんだけど、天国じゃないってことはあの弁当箱で解除してないってこと。もう何はともあれやりました、96ゲーム。サラバンとマジハロ5があればもうずっと楽しいわ、パチスロ。さあ引き戻しです。え、では天国じゃなかったね、よう分からんな。
あーやっぱ天国じゃないということは、あの弁当箱はたまたまで、俺はレア子やからあの弁当箱しか引いてないから、あの青7でじゃあ押し順ベルで行ったってことか。いやよかったよかった、またレア子役も引けずに駆け抜けたわ、才能がない。仁王門もなし、引き継いで269枚。まあレア子役行けなきゃね、どうしようもないからな。いやこれ引き戻すだと思うんだけどな俺。いっけ2連続 15% から 30% だったはず、引き戻し確率。ちょっとちゃんと見るわさすがに。 15%、17%、15%、20%、15%、30%。 まあまあ単純に考えたら 30% 2連続引こうが 15% 2連続引きよりもはるかに簡単、まあ、かなりポジティブな要素、素晴らしい。あとは頂き中にまずレア子役を引くことから始めよう、できることから始めていく。またレア子役引けなかった、もう150ゲーム間レア子役引いてない。もう仁王門もあるが、うん、終了。はい、ということで2回目の引き戻しもレア子役なしで駆け抜け、ひどい150ゲーム間だった。また引き戻すしかない。やりました、298ゲームで全長。待って、引き戻したんじゃないの。いやこれ引き戻してるでしょ、3連続はすごすぎないか。いや絶対引き戻したわ、もう自信がある。すごいことになってきた。寝坊しないとこんなにいいことが起こるんか。やばいことになってきたわ、絶対引き戻してこれ。3連続6以外ありえなくない。325ゲームボーナス確定。何が引き戻しだよ。325ゲームボーナス確定。まあそりゃそうだわな、3連続引き戻すはずないもんな。学んでく学んでく。3連続で40ゲーム。絶対強チェリーだ、ピピピピっつったもん。 25% ダメか。ダメっすよね、だってなんかもっとシャーンってなるもんね絶対。306枚でした。なんだよ、天国。さあ持ちコイン96ゲーム。はい、おい、大チャンス。もうね、赤7でチャンス目3回目、これでもう通らなきゃおかしいからね。チャンス目重ねたわ。レインボーに勝ってる。よくわかんないけどやりました。この段階でレインボーになることなんてあんの、後告知なのに。なんかおかしくない、すごいことが起こるのでは。あ、これ最強チェリーじゃない。あれこれ強チェリーもう全然わかんねえや。まあもう絶対 AT は確定しました、気になるから調べちゃおう。何だったんだ今の、あと告知の意味ないじゃん、だって書いてねえわ。何が起こっちまうんだ一体、うん、あ、これだけ。まあやりましたわ、 AT 確定。なんかもっとすごい恩恵を期待しちゃいました。いただき、さあいただきラッシュ。これがやりたかった俺は。はい、カットしてくれ。なんだよ、今もう4分割になるとこまで想像してたわ。マジ上乗せできない。80ゲーム駆け抜け、全部駆け抜けてる。今 AT 合計で230ゲームやってますけど、上乗せゼロ。やば、457枚、引き継いでますこれは。97ゲームと噛み合わんな、さすがにいったか。Yeah!
やりました155ゲーム。これモード B ってことでしょ。お、引き戻したわ。3回目。やばい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 。え、だって何分のなんだ。ちょっとやばい、やばいぞ。4回中3回引き戻してるってこと。ちょっとすごすぎないですか。やばいわ。もう積もりましたわ。あとは1万枚出すだけです。さすがにね、 15% を4分の3では引けないよ。今日駆け抜けしかしてないわ。280ゲーム間上乗せなし。引き継いで526枚。いや、やば。いや、これで引き戻したらもう設定200よ。うわ、設定200だわこの台。やば、やりました254ゲーム、5分の4。何がやばいって、俺まだ上乗せゼロ。絶対6だわ。全部合わせます。これようやく上乗せ確定したわ。305ゲームかかった上乗せするのに。あ、はい、これはチャンス目の前兆。やったったわ。はい、291ゲーム、ボーナス確定。さあさあ、お祭りですよ今日は。さあ、60ゲームでした。上乗せはなし。742枚。引き継ぎまくってます。はい、頼むぞ。素晴らしい、やりました。27ゲーム、ボーナス確定。いや、モード移行もいいわ。すぐ天国行くもん。全力で楽しみたいこの設定。60ゲームでした。952枚。あ、これがチャンス目の分ですね。え、なんかチャンス目以外でも絶対乗ってるわ何かで、ね、やりました70ゲーム。いただきスラッシュってどんくらいで来るんだろうな。やりたいな。ほい、さあさあ、いただきスラッシュについて調べようとしたらチャンス目かな。え、弁当、うまし、うまし、ナイス。さあ、83ゲーム、ボーナス確定。40ゲーム、1340枚。ということで1444枚。 OKOK。 ゲーム数が今49ゲーム。全飲まれ、飲まれるわな、こんなことになったら。当たりが早かったからなんとか粘ってたんですけど、1、2、3、4、5、6、7、7回スルーしてる AT。 この当たりの速さじゃなかったらとんでもないことになってた。まあ追加投資ですね。まあでも不幸中の幸い、まだ投資がこれで4000円目なんで全然戦える。858ゲーム、全部飲まれて投資が1万7000円になりました。今日一番のハマりですこれが。いやー、きつ。絶対揃ったわ。長かった、長かった。おそらく2000ゲームぶりくらいの AT になりますこれが。枚数は少ないですが AT がようやく確定したと。110枚。ここで青にしよう。よし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 、あと1回。よっしゃい、ほら、そりゃそうだ、2000ゲーム待ったんだから。よし、まだ万枚間に合うわ。おらついたてめえ、こっからだぜ。行くぜ行くぜ。最悪だ。うわー、今日7回中6回駆け抜けてる。654ゲーム、投資が3万3000円。はあ。
あと一個変な音鳴ったわ、言ったわよし、あと6個いけるはずがないんよな。もうこれマジラストチャンスだろう。今日ボーナス20回目、才能がないわ。105枚、ダメだ、もう心が折れてしまった。今260ゲーム、やめます。もう何やっても勝てねえや、パチスロ。まあ、店内状況いきます。はい、ということで店内状況、こちらの台人変わってるんですけど、今もうプラスですね。でこちらがこんな感じ。はい、でこちらの2台、左側はマイナスなんですけど、右は良さげだったはず。ちょっとグラフが今見れないんであれですけど、まあでも人は変わってますね。サラバンはこんな感じで、こちら転勝8回で、こちらがギルクラ。はい、あ、なんか猪木もパッと見た感じいい感じで、こちらラブジョ。え、なんか空いてるけど、リゼロのこういうグラフはいいグラフなんじゃないんですか。でこちら番長3、そしてこちらも空いてるけど番長3。はい、でこちらファンキージャグラー129分の1、でブドウを数えてらっしゃってます。こちらのゴージャグもうかなり化け先行しちゃってる。27回、悪くなさそうな花火。ビッグ21回、化け11回、141分の1、いい感じの花火。これ前日も出てますね。でこちらがファフナー。はい、でこちら時刻少女でマジハロー5、これなんかいい感じ。花々こちらいい感じ、21回の18回、133分の1。あ、で花々こちらの2台が出てますね。はい、あとこちらも花々といった感じです。お疲れ様でした。はい、ということでお疲れ様です。4万円負け、マイナス2000枚。もう分からん、サラバンの設定は。でもなんかモード移行も良さそうだったし、引き戻しも2分1くらいだったし、ただまあ二王門今日1回しかやってないっていうね。オスベルが一切仕事しなかった、まあ、あと直撃系はなかった。オスベル以外の二王門と AT 直撃はなかった。ぜひサラバンプロの方はあの設定こうだよって教えてください。僕は6だと思って打ってたんですけど、心折れちゃいました。でも今日の範囲はやっぱりなんといっても AT すごい回数やってんのに全部伸ばしてない。一発で500枚以上獲得した AT がなかったんですよ今日。引き継いではありましたけど、1回の AT ではなかったんで、もうそんくらい上乗せしなかった。まあ、ということでね、負の連鎖を脱出することはできず、今日まさか負けるとは思いませんでした、マジで。もう朝一絶対負けないと思いましたもんね。え、4万円入っちゃうんだから。はい、ということで撮影スケジュールがこちらです。よろしくお願いいたします。ステッカーもお配りしております。サラパン残念だったな、でもお前のぶっ壊す会期待してるぜって思ってくれた方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。いつか壊すんで。はい、負けるときは何言っても負けんだからしょうがないよって思ってくれた方はぜひグッドを押して同情してください。いや、マジ負けると思わなかった。でも今日は朝あの流れから、まあでも確かに異常に上乗せしないなとは思ったんだけど、まあもうしょうがないですね、何言っても。もう帰ります。はい、それではまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。